ここは迷いの森のオアシス。ようこそ森の村へ。男は物腰柔らかに君たちを歓迎した。男は一心不乱に井戸水を飲んでいる。そんなにうまいのだろうか。噂ではどこかの町がドラゴンの炎で焼き尽くされたそうだ。この村燃えやすそうだから心配。そういう問題だろうか。リディの実家は借金まみれで家計は火の車らしい。で、借金の原因が人の家のことを詮索する趣味はないと、クロエは話を途中で断ち切った。
この先は森の村の民専用の抜け道だ。どうやらここを通してくれる気はないらしい。ここは遊技場。店番の男の子がカードゲームで遊ぼうと声をかけてきた。
Thank you.
さすが、と言い、店番の男の子は君に初勝利の記念品をくれた。リリーは何かの本を真剣に読みながら熱心に森人の笛の練習をしている。相変わらず下手だが、君が話しかけるとリリーは今気がついたようで驚いて本を隠した。借金取りかと思ったじゃないかとリリーはしどろもどろに言った。ゲホゲホ、病気を患っているらしき女性がいる。聞けばリリーの母親だそうだ。ゴホゴホ、なんだか苦しそうだ。効きそうな道具を渡してみるか。君が差し出した道具はリリーの母の病気には効かないそうだ。しかしその気持ちはありがたく受け取りよと、リリーの母は微笑んだ。リリーの母は感謝の意を込めて不思議なカード3をくれた。母はリリーのことを喋り出した。自分の病気に効く薬はいつもリリーが調達してくれているらしい。自分のせいでリリーには苦労ばかりかけていると母は申し訳なさそうに話している。宿屋の店主は久しぶりに外から来たお客さんねと君たちを招き入れた。この宿は迷いの森をさまよった旅人たちの癒しの場だそうで、ただで好きなだけ休んでいいという。木製の食卓には迷いの森で採れるらしい山菜料理や肉料理が並べられている。食卓に着いた君は今日もよく働いたと自画自賛しながら勢いよく料理をむさぼり始めた。そんな君を無視してクロエはいただきますと山菜料理に手を伸ばす。メルブールは食卓をじっと見つめたまま微動だにしない。しかし次の瞬間、メルブールは卓上の料理をきれいさっぱり平らげた挙句、樽の水まで一気に飲み干してしまった。満足げにメルブールはゲップをした。すると今さっき飲んだ水が少しだけ口からピュッと吹き出した。そして日は暮れていく。物静かな夜、外から聞こえる火事だという叫びに君たちは飛び起きた。君たちは宿屋から外に出た。するとリリーの家が火事だ。村人はそう叫んでいる。ああ、誰か森の村を守りたまえ。男は燃え盛るリリーの家に向け祈りを捧げている。
男は火事には水だ、井戸水だと騒いでいる。この村もドラゴンの炎で焼き尽くされちゃう。この世の終わりかのように女の子は怯えている。たとえ火事が起きていようと、ここは倒産と門番は頑なに君たちの通行を拒む。女は燃え盛るリディの家を遠巻きに眺めながらひたすら狼狽している。リディはまだ家の中に母がと焦りながら、村の南にある井戸まで水を汲みに行くと駆け出した。リディは一人で懸命に井戸水を汲んでいる。メルブールは何かをひらめいているような気がして、井戸水を一息で吸い尽くした。タプタプになったお腹を刺して、メルブールは早くリディの家に戻ろうという仕草を見せる。そこのでかいの、早く火を消してとリディはメルブールをせっついた。メルブールは燃え盛る家にさっき吸い込んだ井戸水を思い切り吹きかけた。すると炎がみるみる消えていく。と思った次の瞬間、リリーの家の陰から何者かが飛び出してきた。待ちましょう。炎の魔物を撃退した君たちは、メルブールの力によってリディの家を鎮火させることに成功した。リディの母親も無事で、聞けばいきなり炎の魔物が出てきて火事になったとのことだ。なぜ急に炎の魔物がと君たちは不思議がある。
火事騒動から一夜明け、君たちは迷いの森を抜ける道案内を頼むためリリーの家に行くことにした。崩落こそ免れたものの、リリーの家はどこもかしこも焼け焦げていた。まだ焦げ臭い部屋の中で、昨日の火事、この辺に炎の魔物なんていないはずなんだけどな、とリリーはぼやいている。昨夜リリーが森人の笛を吹いていたら、どこからともなく炎の魔物が出てきたそうだ。なぜ炎の魔物が急に現れたかは知る由もないが、それはそれとして、君たちは約束通りリリーに迷いの森の道案内を頼んだ。リリーは火事のショックが抜けきれない様子ではあったが、約束したもんなと思い腰を上げた。ところで、なんで迷いの森の向こう側に行きたいんだと出かける支度をしながらリリーが疑問を投げる。君は、俺たちはドラゴンを探している、討伐すれば賞金ががっぽりと戦いを話した。リリーは随分と命がけで金稼ぎしているんだねとあまり興味はなさそう。先日同じくドラゴン討伐を目的とした白の教団の一行がこの村を通ったばかりだとリリーは言う。君はあのいけすかない三人組だなとすぐにピンときた。リリーは出かける支度を終えたようだ。迷いの森を抜けるところまで案内してもらおう。リリーの母はかつて悪徳商人に騙され莫大な借金を背負わされてしまったらしい。その後病気になってしまった母に代わり、リリーがずっと借金を返済し続けているという。母の話を聞いて君はそっと目頭を押さえた。この先は迷いの森の東門番はリリーが同行するならと道を開けてくれた。森の村の東側も霧が濃いようだ。君たちが迷いの森を進もうとしたその時、ちょっと待ちなさい、一人の老人が君たちの後ろから声をかける。リリーは大家さんと老人のことを呼んだ。どうも顔見知りのようだ。
老人は「はいこれ」とリリーに一枚の紙を手渡す。その紙には書かれていた。大家さんによればリリーは火災保険に未加入で全額自己負担だという。それでは月末までに必ずお支払いを。そう言うと大家さんは村に戻っていった。リリーは特に焦る様子もなく、逆にふふんと得意げな顔をしている。リリーは懐から森人の笛を取り出すとおもむろに吹き始めた。耳障りな雑音をリリーが奏でると、どこからともなく魔物が現れ君たちに襲いかかってきた。リリーはおかしいな、また失敗かと古い文献を見ながら首をかしげている。リリーは文献のとあるページを君に見せ、村の人には内緒だぞと言った。そのページにはお金の悩みを大解決、金運を呼ぶラッキーメロディーと書かれた譜面が載っていた。昨日の夜も頑張って笛で何度も吹いたのに、まだ借金が減らないんだとリリーはご立腹だ。君はそのページをよく読んでみた。すると隅っこにとても小さな字で、メロディーを間違えると魔物が出現する場合がありますと書かれていた。結果的にリリーの笛が下手すぎて魔物をおびき寄せるメロディーになってしまったようだ。君はリリーから森人の笛を取り上げると、お前は二度と吹くなと言った。リリーはその笛がないと金運が逃げるじゃないかと、まだラッキーメロディーを信じている。クロエは思った。このリリーは悪い人間ではないがバカなのだと。